おうちでも,でもビヨンズ学校,ズ学校みんな元気ですか今日みんなと一緒にお勉強する先生の岡村みなみですよろしくお願いします今日の授業は みーみお姉さんとお絵描きしようイェーイ今日は、みーみお姉さんの大好きなハリネズミのコロンちゃんと、みーみお姉さんのオリジナルキャラクター、ミリアンの絵描き歌を考えてきたよ。みんな、紙とペンの準備はいいかなそれでは、お絵描き、スタートそれじゃあ、描いていくよ。 たんたんたんぴよーと大山がありましてカク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 くだったよ滑り台いュゅーんって滑ったら谷を四つ越えましたカクカク葉っぱが落ちてきてどんぐりころりんころがったお花をつけたらころんじゃん みんな、上手に書けたかなミミお姉さんは、こんな感じかわいい次は、ミミやんを書いていくねたンたンたン、高い大山がありまして、丸いお部屋ができちゃった。いマい窓には満月さん。 お餅を食べてちょんちょんちょん。四角い部屋にはタンスが三つ。にょきにょきおててが生えてきて。びよんと大きなしっぽだよ。あっという間にみりあん。みんな上手にかけたかなみみおねえさんは。じゃんこんな感じ。 ができましたみんなお絵かき楽しかったかなみーみお姉さんは色を塗ってみたよかのんちゃんはじゃんこんな感じチューリップさんも描いて可愛くしてみたよそしてミーリアにも色を塗ってみたんだけどみんなは何色のミーリアが好きかな ミミお姉さんはやっぱりピンクミリアンすごーく可愛くできたよそしてミリアンはこんなカラフルミリアンだったりお目目が違うミリアン。そしてこんな感じでビヨンミリアンもできちゃうからみんなオリジナルミリアンも書いて楽しんでね今日書いた絵 お父さんやお母さん、お友達にぜひ見せてあげてね。みみお姉さんもみんなが描いたみたいなそれでは次の授業まで。バイバーイ